それでは早速入っていきましょう。まあ一回ね、トゥルルトゥ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 か入ったんですけれども、まあ神殿のような形ですね。これは、はい、ちょっと音量が小さくなったと。これ私の方で操作していない。何かいる。おっと、お姫様っぽいのが捕まっている感じでしょうね。ただ幽霊がいるって噂だったんですが、あいつ趣味陰軍ですよね。あいつ幽霊を捕まえちゃってるってことなの？まあこっち万全ですからね、能力としては。能力つうかこっちは万全なんで、いきましょう。ちゃっ、これは珍しい。こんなところにわざわざ来る物好きがいるとはな。それとも貴様ら小娘を助けに来たのかな。ほにょほー、寄せばいいものを。このほにょほーとか好きなんすよね。あ、2体になってる、2体になりやがった。まあまあ大丈夫でしょう。いけるいける。771ですね。すごい。剛力符切れたけど多分大丈夫。ちょっときついか、ちょっときついか、きついか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 、大丈夫か。ちょっとちょ、あいつ強くね。あいつ左上の方強くない？だいぶダメージ与えたけど、これ何、自動回復的なあれもあるのかな。あぶね、回復、まあまあいいっすわ。次速攻回復するから。回復するとして、剛力符かけとこう。あぶね。あなたは？私はクオン、この寺院の主。お礼に砂の壁の越え方を教えてあげましょう。砂の壁、上にあった万里の長城みたいなやつかな。壁の扉は封印されていて、オロチ族のオーブがないと絶対に開きません。昔は7つあったオーブも弥勒のためにちりぢりになり、今では相馬国にあるだけです。あなたたちが封印を解いてくれれば、私の魂も懐かしい蓬莱の国へ帰れますわ。お待ちなさい、あなたたちにはまだ大事な使命があります。誰も行こうとしてねえし。お待ちなさい。どうした急に。砂の壁を越える前にあちこちの村を歩きなさい。そして仲間を探すのです。ああ、教えてくれてるんだね。お待ちなさい。砂の壁ではないのか。あれはまあ幽霊だったってことなのかな。あ、相馬国は雨の川の南、味噌の森の東の島だ。まずイカルガの村に行きなさい。情報が多いやつ。まあまあまだイカルガのとこの、まあ、南とか味噌の森の東の島、相馬国、ああいないっつってたね。出た、ジャミラ。雨の川の南、味噌の森の東の島。味噌の森がわからんのよ。とりあえず宿屋。一応剛力符はあるけども危ないからね、危ないからね。ちょっと違う、危ない。死んだら一巻の終わりの RPG って、ね、どういう RPG よみたいな。OK。 よーし、ロキー攻撃当てて。ちゃんとおじいちゃん白卓頑張ってくから。ナイス、攻撃を当てずにレベルを上げる。まあ
それはそれで高等技術ですけど、まあそれやるのにも結構技術が必要ですからね。確かに。なんかアシュラが切れたとか言ってたから、もうだいぶ使えるようになってきた。ああもうさすがに、さすがにそれは無理じゃと。仲間を探しなさいって言ってた。あと何？オロチのオーブ？オロオーが必要だと。イカルガに行きなさいと。まあ、結局そこになっちまうかな。キリンをやっぱり直接攻撃にしたのが良いですね。攻撃力が格段に上がっているから。武器もね、武器を完璧にしたとはいえまだまだ経験不足ですから、経験を積ませてあげて。あれ武器弓になった、あれ武器弓になってんの、あれ弓でしたっけ。攻撃、剣、まあまあいいっすわ。強い。ちょっと待って、ロキが大弓か。あ、そうか、霞がないのか。そっか、まあ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 、あれ青の相馬ってどうでしたっけ。あー、いいマグドブラをね、ほんと最初このワンちゃんどうしようかと思いましたもんね。ここが黄色と青か。で、向こう確か青の相馬売ってないんですよ。どうだったっけ、ちょっと前なのにもう忘れるっていう。よし、この作戦マジでやっちゃいかんよね。でもやんないと終わるっていうね、なかなかのゲーム性ですから。本当に実際やるとそうなる。手が勝手に動いちまう。勝手には動かんよな。まあまあまあ、でもそのぐらい、ほらこのエンカウントですよ。光線魔、有線魔だ、光線魔だ。まあこういけるときは結構いけるんだよね。肝心は全然余裕、 HP があるだけ。ちょっと硬いか。まあまあまあ、あーでもハッピング、そう、この落差がえぐいんだよな。400と800、単純に2倍のダメージが違うので、だドラクエとかで言うと例えば40のダメージ食らって、まあもしくは与えてたのがいきなり80とか、そう、いやいやいやってなりますよね。そりゃなるよね。あ、違うわ、おめえじゃねえよ、
おめえ使うときはもう人生終わるときだ。道具が終わるときだ。なんか話、そう、まあそう、洞窟で何かあるのかな。そうそう、岩の前になんか、はあはあはあ、もう一回、相馬国の妃、そういうことよね。味噌の森っていうところに行けば森を探すのか。螺旋状がどこに、そう、螺旋状ずっといるな。もう住んでる、ほぼ住んでる。シャモン、ちょっと行ってみていい？いやでもない気がする。動いて、何にも動いてない気がする。そんな気しません。1000行きましたね。必殺だけど、つい、うわわわ、今キリンにも出したね。キリンにも出したねってなんかちょっとあれだけど、キリンにも痛恨の一撃出したな。あっ、あっ、よし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 、行こうか行こうか。よし、道具完璧ね。バートルギミック、ギミってくから、やっぱりあれで一つね、イベントが進んだんだろうね。これもボスマダラの体持ってるやつかもしれない。シュッシュッ、こいつは違うよね。こいつは違うと思う。これ勝手に戦闘さ、いきなりなるからな。さあ行こうか。ぬん、まったく、この壁をどうやって越えたらいいんだ。相馬国のやつはね、めっちゃ切れてるじゃん。なんだ貴様らは、どこの馬の骨どもだ。なあ、もう名乗ってもないし、ボス、あーでも八大将軍ではない、村将棋。大丈夫、そっちはキリンがいる。キリン一人で十分だろ。これもう筆守られてるから、符が切れた。大丈夫大丈夫、剛力符があるから。剛力符持つね。これ重ね掛けできてんのかもしんないね、もしかしたら。横から、あ、切れた、やばい。ちょ、舐めちゃいかんって言ってるから、ちゃんとしよう、ちゃんと。キリン、よし、おー、村将棋やるじゃねえか。よし、倒した。で、毒食らったけれども黄色の相馬があるから大丈夫と。さあ相馬国へ行きましょう。壁は私の力で開いてあげます。急にここ出てきたね。今までついて背中背後霊になってたのかな、もしかして。ずっと背中、肩重いなっていう感じだったのがね、教えてくんなきゃ。それはさあ相馬攻撃行きましょうってしれっと出てきて、まあちょっと一旦帰ろうよ。本当に何が起こるかわからないんで。あ、ちょっとキリンやばいね。やばくないけど先にやっとくっていう。
やだからもうやばくないけどって言ってる時点でやばいんでしょうね。あ、やばい、合理的切れたか、切れたっぽいよね。あ、使えねえ。まあいや、じゃあアシュラフで我慢しろ。いや全然違うっす、全然違うっす、それじゃないっす、防御が欲しいっすってやつですよ。あ、大丈夫かな。OK、 普通にねボス戦とか入ったら怖いんで、だからやばい、切れたらやばいっていうことはもう通常戦闘が通常の状態だと厳しいってことっすよね。うぃー、八大将軍でもない限りギミックは使わねえと。あれ本当に最終手段だからな。最終手段、まあまあまあ自分で言っといてなんですけど、もういちいちね誰がどんぐらいでやったかとかね、なんかあんま全部覚えられないんで。暴力符は3回しか使えないと。700ってことか、まだ。まあまあ、でも700、これを50銭でできるっていうこと自体がすごいわ。要は最初からね、MP 回復してるようなもんですからね。ワンチャン2かなんか。重ねかけできるんだったらちょっとかけといてもいいかなと。もうジオが謎なんですよね。そっか、剣じゃなくて大闇が一番高くて強かったんでしたよね結局。ああ、違う、うん、そうだよね。どうなんだろう、大闇より剣の方が強いのかな、ちょっとわかんねえな。まあまあまあいいわ。仲間を探せって言われたよね。でもシャモンを仲間にした方がいいんじゃないか、こっち行けなかったんですよ。レーヌ強いね。キリン、アシュラを使ったキリンでやっぱり100、200だね。ここはやっぱり防御力も強いと。ちょっと歩くだけでもう2回戦ですよ。戦いはねサクサク勝手に戦ってくれるから、そこはまあ楽でいいんですけどね。テッシー、お前まさかと。お前まさかもう一回宿屋行くんじゃねえだろうな。いやもう、はい、そのまさかです。行きます。あ、そうか、秋か。もうそ、あ、でもここでまた鍛えられるんじゃない、ここで。あ、新たに闘技場も行けるし。キリン、これめっちゃ、これとにかく上げる。マダラもロキも学ぶ。いやもうこんなん学んで何になるんですかね。そういうんじゃない、もう全部学んでいけと。これ別にオリンピック出るためだけとかじゃないからね、鍛えるの。めちゃめちゃ鍛えていく。体育好きだから嫌いとかだじゃん、全部鍛える RPG は。特に最初の方だから。でもこれ言っても中盤ですよね、中終盤っていうか。ウィーナイス、ほらロキ役立ってんだろこれ。結構白拓早えな、アシュラフ切れるの早えな。
攻撃回数かやっぱりアシュラフは、ほらロケ上がったナイスお疲れさんと、オッケー。いや、いろいろ寄り道しておりますが、だからまだね、結局ね、若干足りてねえんじゃねえかとは思うんですよ、レベル的には。でもこれみんなこれやったんじゃない、このプレイやりましたよね、これ絶対。あれ、これ戦闘持ち越しできんのかって思ったら、やるべこれはマジで。でやんなきゃ何のために生きてるのぐらいの勢いですよこれは。ガンジンは楽勝っつったけど、めんどくせえな、4体はめんどくさいね。なんかね、もう一段階ロッキーが強くなってほしい。まあ武器だな、結局武器だな多分な。味噌の森、これ季節によってさ変わったりする？してないよね、山の位置。そんな斬新なことあったらすごいけどね。よし、あ、こんなあれでしたっけ。まあだからこっち行って上の方行ってないから、下から来られると結構楽ですね、これ。サクサク進む。こんな山だったか。この上下のね、この上と下から来られるとちょっと弱いか、みたいな。ロキが先頭になって、しかもジジイが邪魔をすると。これはや、あれ、白拓一個左にするか、これ。ちょっと、一個だけ左。あ、こんな感じにすればいいのかな。なんか、右行くとキリンが動けなくなる。あ、でもそうすると、マダラが。マダラが下い、邪魔だな邪魔だな。いや面白い、そう邪魔になっちゃうんすよね、邪魔だな。いろいろ楽しませてくれる。よし、まあまあまあこんなもんでいいだろう。RPG、 ファミコン RPG では珍しくお金がね貯まりやすいと。この技を使えば、技なのかっていうのはちょっと怪しいけれどもね。そっか、マダラをもうちょっと左に置くってのも、そうすれば下の敵にも隊列にこんなこだわる人いるだろう。ああ、これ左行けねえのか。え、そしたらもうちょっと半歩みんな右行く。半歩、これいいんじゃないですか。これ隊列変えた瞬間に浮遊。バンデの頂上みたいなのが出てくるわけでしょ。スキするわ。これマダラをが左右、まあどっちでもいいけど倒すと、あ、白拓、それ良くないよ、そのフォーメーション良くない。ロキ、あ、まあ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  OK か。うい、
大丈夫かこれ。ああ大丈夫だね。おっつおっつ、なんかある。あ、これいいっすね。これすぐこの体型いいね。あーどう、まあ、結局横は分かんねえな。よく最終的にまたよく分からない。最終的にやっぱロキだな。よーし、あーでも倒したね。なんじゃこれは。怖い。大丈夫かな。この岩は移動できない。え、だいぶ、え、これ上行ったら落ちる。怖いよね。上上がって、あれ、あそこ行けないじゃん。あ、外れってことか。そして敵が出ない。なぜだ。やばい、絶対やばいじゃんこれ。いやでもいけるだろう。いけるっしょ。おい、マギオーニ、シダシャングラ、ちょっと一段階上だな。大丈夫かな。多分大丈夫。ゴーリキュー、切れた。これじゃなきゃ見逃しちゃう。ナイスじゃない。多分まあほぼマックスなんで、こっちもいけるでしょう。ビキニ人魚的なで、弓持ってんのかな、剣かな。行きましょう。ノアの箱舟にようこそ。ここは大洪水の時上がる旅人が作った船なのよ。説明してくれてるボスじゃないのか。遺跡を調査に来たおかげで思わぬ獲物がかかったようね。ほほほ、覚悟しなさい。まあまあでしょうね。ラミア、あ、ラミアッチ、でも中ボス的か。八大将軍ではない。え、じゃあ普通に行けちゃうんですけど。普通に行けるよねこれは。柔らかいし、ですごいベストポジション。ベストポジションじゃないですかこれ。ロキも戦闘に参加してますよ感出せるし。ラ、もういいねいいねいいね、切れた。おいおいと、おっと、なんだこれは。紋章みたいな。過去へ行く機会がある。ちょ、怖い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 。ちょ待って、怖い怖い怖い。あー行くか。わわわわ言って、ほう、お、やべ戻れ、やべ、こーつこーつ。はい、じゃあおそらくここは過去だと思いますので、次回進めてまいりたいと思います。